伊達隆村は、江戸時代中期の大名。道の区国仙台藩の第六代藩主。伊達思想家の第二十二代当主。藩には、十四以上、自重、左小野江県中条、越前守る、陸津守る。教三年五月二十七日、第五代藩主、伊達義村の四、男として誕生。母は、正室、長松院。 藩主田辺気分が主婦を務める。長兄、村正し没及び、時兄の伊達菊次郎は、創生、三兄の村風も分家を起こしていたため、代わって、着手となる。はじめ、久村と名乗っていたが、後に八大将軍、徳川義宗から返記を受けて宗村と改名し、吉宗の後を継いで、奇襲藩主となっていた、徳川宗直の次女、利姫を正室に迎えた。 漢方三年、父、吉村から家督を譲られた。父と同じく文学面に優れ、多くの書を残している。また、馬術、僧術、剣術、軍術、法術にも精通していた自由権備の人物であった。法暦六年五月二十四日、三十九歳で死去した。家督は、着難、国村が継いだ。延長四年八月十五日。 江戸城内の川屋で、熊本藩主、細川宗高が旗本、板倉勝金に切られて死亡した。宗高には、おまみを済ませた生死がおらず、このままでは、細川家は、むつぐ断絶になりかねないところ、その場にたまたま居合わせた宗村が起点を聞かせ、宗高殿にはまだ息がある。早く、屋敷に運んで手当てせよと、細川家の家臣に助言した。そこで、家臣たちは、 宗高の遺体をまだ生きている者として判定に運び込み、弟の重方を末期用紙に指名して幕府に届け出た後で宗高が解放の会なく指揮をしたことにしてことなきを得たと言われている。治世中に領民から年貢減免の直訴を受けたという逸話が伝えられている。渡里町奥間中泉の八幡神社にある義民北原近平健少碑の碑文には法歴2年、 仙台藩は大協作に見舞われた。このため、渡郡中泉村の農民、北原近平に年貢を軽くしてほしいとの直訴を受けたが、参勤交代の木とでの直訴であったため、胸村は金平を、宅地、田端没収の上、宅形とした胸が刻まれている。しかしながら、これは、史実と多くの絵たりが見られる。仙台藩の生死である、伊達治屋記録には、 下記に課長が記されている。これによると、金平は、両主立手衆村に直訴したのではなく、宇田渡る代寛入鈴木勇気へ門託に、軍内の者ともと乱入、襲撃したため貼り付けに処せられたのであり、中泉村金村の小山村では、七七が、村のものを教えさとして一気に加わらせなかったことを、称され、報奨金を貯まったとある。なお、酒津田村、 安永風土記御用書き出しには、イサムキウエモンギ炎4年6月寛入悲行渡り、法歴8年まで12か年送金同年3月、歌渡り両軍大官入り仮役、ヒアオグ渡し渡り長、エトリ渡る同年11年12月まで、愛金同年10月退役し総老名を官入り並び、大木入り両役取り合い延鏡4年より、安永5年まで30か年送金猿工事と、書かれている。 このことから、金平主謀の一期は、法暦二年ではなく、鈴木祐樹衛門が、宇田渡る理大官入りに任命された法暦八年以降の、法暦九から十年頃と思われる。宗村時代伊達家当主は二代前の綱村以来、祖先の伊達隆村に由来する、村の字を通字としており、それまでの伊達家の通字と、同時である、僧の変記を吉宗から授けられたことにより、 鎌倉時代の宗村と同盟を名乗ることとなった。なお、その後も、総村の修隆氏、青州兄弟が使用するまでは引き続き、総の字の使用を避けている。ありがとうございます。